ほらよ、こいつが指定の物だ。苦労したんだぜ、首都中の古物屋を当たってよ。おかげで足が棒になっちまった。はあ、明日は筋肉痛だぜ。ご苦労だったな。一応中を見せてもらおうか。ボスたちの指定通りか。その作りフェイクでもなさそうだ。もう正真正銘の指定のブーツだ。合わせて100万ミラ、耳を揃えて払ってもらおうか。ふん、それはおかしな話だな。前金10万、成功報酬30万のはずだが。こういうのは時価でしょう、時価。よっぽど大切なものみたいだし、僕たちの努力にも色つけてちょうだいよ。あんたらの噂はいろいろ聞いてるぜ。今後も協力できるかもしれねえし、お近づきの印ってことでどうだよ。なるほどな。だったらもっといいものをくれてやろうか。てめえら、やるってのか。上等だこれ。てめえら。半グレ風情が。たかりは相手を見てするがいい。な、ポリか。まさか巡回かよ。ち、お前たち嗅ぎつけられたな。まあいい、とっとと。いつの間に。どこに消えやがった。お前たち何をしている。ち、仕方ない、一旦離脱する。くそ、俺らも散らかるぞ。なんだってんだよ。不審集団を発見。通報の半グレどもだ、捕まえろ。ボンクラの首都警察にしては上出来だぜ。A が探してるつぶつ、ニラの匂いがプンプンしやがるぜ。国防外、いや、あっちのヤサで調べてみるか。ありがとうございました。またどうぞ。おい、もう閉店だぞ。えいへい、分かってるっての。夢坊、眠たいんなら2階のベッドにな。おやすみ、ママ、おじいちゃん、上行くね。おやすみな、夢。おやすみなさい。ちゃんと歯を磨くのよ。はい、これはサービス。おお、サンクス。さすが麗しのマドンナだぜ。どういたしまして。こら、来やすいぞ不良タナコ。お前もあんまり甘やかすぞ。妙に匂いやがるな。このやり方もダメか。やっぱり正規の検索方法だと限界があるみたい。こうなったら先輩のアドバイスに従うしか。動力ネット法の隙をつくやり方、後ろめたいけど。見つけた。先週末に
首都某古物商から強奪、盗品の可能性もあるため届け出ず。これって間違いなくトラブルだよね。いるかどうかもわからない人。合言葉は先輩の教えてくれた通り。こっちも本当だったみたい。間違いないみたい。ビストロなのかな。素敵な雰囲気のお店だけど、本当にこの2階が。あら、お客さんですか。モーニングまだやってますよ。それとも2階の事務所にご用かしら。あ、はい。そのやっぱりこちらの2階がアークライドさんの。ええ、モーニングを済ませたばかりだからまだ出かけていないんじゃないかしら。二度寝しちゃってるかもしれないけど、ノックを何度かすれば大丈夫よ。朝っぱらから客かよ。まさかとは思うが、客か。解決事務所にお願いしたいことがあって伺いました。ありがとうございます。はじめまして、アニエス・クローデルと申します。現在オーベル地区にある首都切って、いや共和国切っての名門校アラミス高等学校、その学生寮に住んでいる1年ってところか。よくご存知ですね。あ、制服でですか。ま、首都に住んでりゃどうしたってその制服は目立つ。1年ってのはただの勘だ。発育はともかく擦れてなさそうだしな。バンだ、バン・アークライド。どういうつてでここにたどり着いたかは知らんが、 4SPG を知ってるってことは俺の肩書きが何かも知っているはずだな。はい、警察にも遊撃士協会にも相談しにくいことを引き受けてもらえるという請負いに、スプリガン、
そう呼ばれていると伺っています。半分当たりで半分外れだ。相談しにくいことだけじゃねえ、相談できないことを引き受ける時もある。非合法スレスレのグレーな家業、そういう人種ってのは分かってるのか？分かっているつもりです。まあいい、まずは話すだけは話してみたらどうだ。引き受ける約束はできないが。はい、それでは。おいおい、ザイファかよ、まさか学校の備品とか言わねえよな。まあ当たらずとも遠からずと言いますか、こちらです。そいつは年代物の懐中時計。いや、お願いしたいのは他でもありません。こちらの古いオーブメントの捜索を手伝っていただきたいんです。数十年前の品で、私のひいおじいちゃん、曽祖父の残したものになります。この画像は、そのちょっと大きな声では言えない、動力ネットの検索方法で1週間前に首都のとある古物商から盗難されたばかりだそうです。 P4 プロトコルのホールを利用した特殊な検索アプリを使ったわけか。だがこいつは、悪いことは言わねえ、ギルドか警察にでも相談するんだな。何の動力機かは知らんが、アンティーク価値も結構ありそうだ。盗まれたことも含めて厄介な連中が絡んでいる可能性もある。むしろ個人の遺品ってことならなおさら甘っちょろいギルド向きなんじゃねえか。それはダメなんです。警察にはまして遊撃士協会にも相談するわけにはいかなくて。なんだか知らんが、とちゃうけを出し忘れたか。私も忘れていました。その学生寮近くにある人気のお店のケーキでして、1日20個限定みたいですから結構美味しいんじゃないかと。アンダルシアのバンカ限定ケーキ、俺とさん黒いちじくを隙間なく敷き詰めて糖蜜でコーティングした特製タルトかよ。お詳しいんですね。いいか、一言言っておく、限定ケーキに釣られたわけじゃない。いいね。はあ。こちらこそだ。それとバンでいい、クローデル嬢。はい、バンさん、私もアニエスでお願いします。
よ、見ていってくんな。いつでも待ってるぜ。